人とは違うのと違う同士で勝手を組む酒のつまみの人生の輪は家路の明かりで染めてゆく夜何回歌ったかって20回ぐらいでしょ、人前で歌ったの。だから上手くなるわけねえんだけど、とりあえずねとりあえずまあお許し願って演歌とかさ、そういうんだと綺麗なあのバイオリンなんか入ってきちゃうとさ、歌聞かれちゃうんじゃない、さだまさしみたいに歌聞かれちゃっちゃまずいから、あのわーって歌っちゃう。それで詩忘れたってさ、あれはあのだいたい歌を知らないんだから、客なんか詩が違ったもくそもないからね、知らない曲を歌ってるさ、あれが詩なんだなと思う、うーってうなれば、あれが詩なんだなと思う。だから毎回違うんですよ、僕歌ほとんど覚えてないし、もう今日なんか自分で作っちゃったし、いっぱいあるもん、歌いながら作っちゃったね、即興歌詞だから
いくつになったの？いや52ですよ。だからあれあれってもう52。俺若い時52ってなんか絶対死んでも嫌だと思ったけどね、52じゃ52じゃどうにか納得するもんだよね。納得せなしゃあないし、本人はね、俺還暦って言われた時にもあのね、還暦の字がね頭に浮かんでね、はあ、もうねなんか杖ついて赤いなんか、そう、そんなイメージ、三着を着てね、はあ、って歩いてる姿がね頭に浮かんじゃって、はあ、やんなっちゃったよ。え、もうまだまだこの芸能界やるの？もうやめたりせえんの？俺ね、もう最近考えてね、でしょ、あのやめなくやめるのは失礼だと思うんだよ、お客さんに、ファンに、ファンにね、はい、やめるって言わなくたってやめさせてくれるから。だって一人で悪くやの、まあ、番組なくなるけどね、徐々になくなればしょうがないじゃん、まあそれはそれちょっとでええの、スパーンと、もうスパーンと、うん、スパーンとやめてもかっこいいやることないんだよ、さすやな。だって行くとこないもん、だってほんだテレビ局と飲み屋しか知らないんだよ。テレビ局と飲み屋と、あとなんだ、デリヘル嬢しか知らないよ。なんだ、ほんまやからね、それ怖いわ、もう。ごめん。あのね、こういうドアのとこから見たね、ブサイクのデリヘル嬢ぐらい笑うものなんですよ。こういう覗き眼鏡でドアで、ピンポーンって、来ましたってこう見たときね、わーってさ、もう。山田さんって言われちゃって。あんたのせいで、えらい目に遭ったもんね。箱の新宿の店で、あれな、あのファッションさんの、私、俺の知り合いだからファッションヘルスでさんま顔出してくれ言うて頼むって言うて、ひょうきん族の休憩時間に二人で行ってねえ、サインしてくれ言うて、サインこう紙に飾って、お姉ちゃんたち涙ぐんで喜んでったら、 そこ手入れ入っちゃったんだよね。次の日手入れ入って、ほんで報道のカメラが入りよった、その店に。で、いろいろ芸能人の方も来てるらしいって全部さんまより愛を込めて。バカげねえか。あんたもタケちゃんマンの顔描いて。なあ、芸能人の方ってそこで一回パンが止まったんだけど。冗談じゃないよ。あれはあの時期ちょっと不安減ったよね。さすが引いたね、みんな。じゃああの時俺はモテる男1位2位だったのよ。不安投票で抱かれたいタレントがほとんど1位2位だったの。その2人がファッションヘルス行ってるいて。えらい芸能人でモテるモテるだけど全然モテへんねんなって、なんかかっこ悪かったな。あんたのせいでえらいよ。あんたはね、あのね、あれだよ、テレビ局によったらね、こんなに都合のいいやついないよ。僕が、うん、照明とだってカメラ持ってくればいいんだもん。あと何もいらないんだ、ただ喋ってるだけなんだから。これ映したらだって持つんだもん。持つんだもん。他のあの発射スカークとかないんだよ。セット作っちゃって。セット作って。にピンコだなんだってみんな出たり入ったり、台本書いてああだこうだってやって、一人と同じなんだろ。だ、一人で持ってんだよ。一人で持ってない。あ、だからそれ代行してゲストがいるわけ、そんなもん。だから、照明とカメラだけ。パンダなんか一枚ないんで、何にもしなくたってね。ほんまやね。かわいそうなのは、サンとかいる、ピンのゲームばっかりって。で、誰も見てくんないんだよ。あいつ同じだよ。生まれつかな、俺ね。これ聞くな。いや、だんだん美味しくなってきましたよ、これね。じゃあ、わかおい、もう100万超えた。明石家、ここでこれだよ。明石家って。ここで食ってんの、このね。あ、このタイミングだったら、すいません。これでワインがね、良くなってこれ食うから。はぁー。いや、これは。もう生きててよかったっていうかね。ほら、アラブ万歳だよ。まあ、意味わかんないけど。どうして俺、年取ってつまんなくて笑ってるのかな。俺、ものすごい大事なので笑ってるの。いや、回るね。もう、俺も最近ベタの方が好きやもん。俺ね、この間ね、勇気を持ってモノマネやったんだよ。うん。何の？あの、あれ、こんばんはってやったんだよ。おい？いや、こんばんは。森喜朗ですって言ったんだよ。うん。みんな引いちゃった。どこにその笑い、すごいねんから、こんばんは。森さん中ですとかいろいろやったら、やればやるほどみんな引いてって、まだ分かるだけいいなと思ってんだよ。引いてる方だから分かる。分かったからよかったなと思って。